そこにアンディが入って、ブラッドがいて、ジュン君のりさんっていうメンバーでのライブ映像が、流れます。で、これ休憩のたんびに流れる曲が違います。お、はい、俺楽しみに。休憩自体も、あの、一応、なんか楽しめるようにね、用意しましたんで、その辺も、ぜひ、ゆっくり、じっくり、休憩しながらというか、お酒、また、取りに行きながら、はい、見ていただければと思います。じゃあ一旦ここで、少し休憩を挟みます。はい、お疲れ様です。今日は10月16日です。はい、オンラインレッスンからスタートでございます。で、今日はね、夜のりさんとのね、なんだっけ、ズーム飲み会、まあ朝練の打ち上げですね。打ち上げじゃない、朝練のオフ会、ライブ配信やっていきます。おはようございます。よろしくお願いします。ついでになんで、ちょっと譜面の、まあ、見方というか、そういうのも、並行して、ちょっと今回やろうかなと思っておりまして。で、まあ、目的としましては、その、まあ、コードがこう書いてあった時にすぐ、パッてこう、弾けるようにするっていうのも込めて、はい、ついでにこういうのもやっていこうかなと思います。ちょっと音流してみます。はい、ここの部分がイントロなんですが、ここで鳴ってるコードはですね、こんな感じのコードが鳴っております。はい、とりあえずオンラインレッスン1個終わりまして、こちら昨日味見してみた味噌でございます。全然美味しかったんだけど、本当にびっくりするぐらい全然美味しかったんですけど、こっから先このまま置いておけばどん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 こう熟成されていくというかね、育っていくんで、その味の変化を楽しみたいというか、まあ試してみたいというか、で本当に丸々3ヶ月っていうのは10月29日なんですよ確か。なので食べられますけどもみたいな、こう食べ始められますけどもみたいな、若い状態なんだと思うのね。で、この状態はこの状態で、冷蔵庫に入れてしまえばもうこの進まないんだって、これ以上熟成がね。ここはここでちょっとセーブしておきたいなと思って、これぐらいあれば OK。 もうめっちゃいい匂いしてるし、ではこちらに移していきます。売り物みたい。はい、ちょっと日にちも書いとこうかな。これで、何日間経ってるんだこの時点で。調べます、カレンダー。味噌作り、これ Vlog になってるんですよね。はい、7月の28日スタートしてますんで、まあおよそ80日って感じかな。そんぐらい。冷蔵庫入れましょう。ここでもうこれは止まりますから、ビタッ、成長が。いや、なんか楽しいね。で、さらに今日はですね、お味噌汁作ろうと思います。こんぐらいあればいいかな。とりあえず戻します。これってさ、重しやっとくのかな。もう重しはやんなくていいんだよね、きっとね。綺麗にやろう、ここは丁寧に。
再び封印。それではお味噌汁作っていきます。もう具材はもうシンプルに、っていうかそもそもね大して今ないんで、食材がわかめのみ。まずはもう酢のままでいただきたい。いやー楽しいな、味噌こうやってできると嬉しいね。カツオだし、わかめ戻しておきましょう。はい、では味噌入れていきます。おお、いい感じ、溶け具合滑らか、溶けてってるっていうかちょっと崩れてってる感もあるね。これさ、作ってた時はさポテトサラダみたいな感じだったんだよね。ちゃんとできてんのかってすごい不安だったんだけど、いやできてますよ。はい、じゃあ完全に素の状態です。ちょっと味見、あ、美味しい、優しい。もうちょいこれ入れてもいいと思う。全部いっちゃっていいんじゃないかな。ちょっと見づらいかもしれませんが、なんかこう潰したね大豆のこう破片的な、そこがまたね食感があってねいい。あ、くまちょっと、くまちょっと、はい、こちら酢の状態です。何も具材が入ってない。いただきます。うわ、うまい。いや感動する、ちゃんとできてる。あー、わかめ入れよう、絞った、わかめ入れます。これね、モカさんのオーナーさんがね、味噌作りやるといろんな人に食べてほしくなりますよって言ってて、確かにこれはね味噌食べてほしい。で感想を聞きたい。ちょっと今日来る生徒さんに味見してもらいたいな。いやーこれはいいわ、楽しい。あ、うまい。しじみとかさ、そういうのも具材で入れたいね。普通にちょっと米食いたいな、昼飯。ちょっと冷凍ご飯いただきます。で味付け卵1個だけ残ってたんで、まあ、本当はね朝食用なんですが、おかずに、まあ、せっかく美味しい味噌汁できたからさ、ほらいい感じじゃない。これで今日のお昼ご飯ってことにしようかな。うまい。で味噌汁、いや間違いないね、これです、日本人はこれです。ごちそうさまでした、美味しかったです。いやー魚とか焼きたいね、焼き魚とかさ定食みたいな、そういうの食べたくなってきた。ちょっと味噌を使った料理を考えないとね、大量に味噌あるわけだからさ、まあ味噌汁はいいとしてきゅうりとかさそういうのでつけて食べてもいいんだけど、何がある、あんまりやんないもんな。まあ野菜炒めみたいなやつちょっと味噌入れてとかにやったことあるけど、味噌使った料理なんかレパートリー考えないとね。よし、じゃあこの後はレッスンですね。それまでは Vlog の編集やってきます。はい、ここからはオンラインレッスンをやっていきます。で今ね来た生徒さんにね味噌をちょっと味見してもらったんですけど、美味しいですって言っていただきました。嬉しいですね。でまた来週とかさ、時間が経って熟成が進んだ状態もさ、なんか食べ比べしてもらいたいね。こんにちは。ね、味噌を作ったの3ヶ月ぐらい前に。本日のレッスンも終わりまして、
ライブ配信のね準備をしていきたいと思います。あれ前回この上からライトを照らしてたんだっけかな、ちょっと覚えてねえな。こっちからやってたっけ。まあいいや、ちょっと後でやろう。で今日流す CM もちょっと考えなきゃいけないんだけど、なんか毎回さこの休憩時間、まあ要するに Zoom に入り直さなきゃいけないから何かしら流して繋いでなきゃいけないんだけど、その CM っていうかその動画がね毎回同じだとちょっとつまんないかなと思って、休憩入るごとに違う動画を流してあげようかなと思っております。まあ例えばブラッドツアーのなんかライブとかさ、なんかねえかな、アンディが入ってるこのライブいいかな、もしかしてこれ確か限定公開なんだよね、これいいかも。うん、 YouTube 側からダウンロードすればこれ軽いですね、やっぱりこれいいね。何個か選んでおこう。前回やった時はギリギリで自分のブラッドツアー全体をこうまとめた動画があるんですけど、それをね圧縮かけて書き出すっていう作業を無理くりやったので、今回ちょっと余裕ありますね。今回 CM 長いんでたっぷり休憩できるな。いつもかなりさ慌てててさ5分ぐらいしかないからさ動画が、今回ねどれも10分クラスなんで全然余裕です。じゃあそろそろのりさんにサウンドチェック送りますか。チェックチェックチェック。はっ、でさらに iPad 必要ですよね、モニターする必要があるんで。暗すぎるか、こんなもんかな。今日はこんな感じでいってみよう。のりさんが入ってこないなんか毎回なんだけど大丈夫かな。お疲れ様です。はいはい。なんだか、ズームが全然繋がんないんだよね。どういう感じ？反応なしって思ったんだよね。ずっとクルクルしてて。再起動した？了解です。ごめんごめん。一瞬入ったな。あれ、ノリさん入ってきたな、今。一瞬入ったよ。うん。でもなんか危険だから再起動してた方がいいかもね。だってこのやりとり何回かやるから、毎回やってますけど、こういうの。こういうのね。それでズーム繋いで、朝練のセットっていうか、朝練のやつって、そこ行ける？今カメラが朝練の時のカメラ。あ、オッケー。あ、いいじゃん。そしたらちょっと音量チェックしようかな。ちょっと押しましょう。5分押しとかでいきましょう。気持ち、もうちょい気持ちのりさん上げた方がいいかもな。はい、それぐらいでいきましょう。いきます。3、2、1。すいません、間違えました。でしかも一回私マウスを思いっきり一回思いっきり叩いちゃいましてゴーって言ってたと思うけど、ごめん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 。